皆さんこんこにちは,こんにちはワールドラバーマーケットのすんです。ワールドラバーマーケットのガネです。はいえー、今日はですね、ちょっとこちらのラケッツ原種 L と原種。はい、はい。UFO 逆だったね。はい確かに。<laughs> をちょっとまあ紹介というか、はい、まあ,あの簡単にお話ししていこうかなと。ちょっとまとめてみようみたいな、ね。ま,あまとめる、まあそうですね。うん、で、な,まあ、なんでかっていうと。 まあそのまあ、結構、原種 L とかですね、ガネ君、紹介してくれたね、はい、原種 L ね、はい、で,ねでも実は僕はあの、トランスフォーマーの動画撮るときとか、ああいう,こう守備系のラバーで、変化系表とか<う>、アンチとか、そう、そう、なんだヘル、ヘルキャット,ャットとか、撮るときに、ウェーイってやってるのを、あれ、僕、全部原種 L なんですよ、はいそうですね、原種じゃなくて原種 L です。けどねで あのちょっとなんでそういう動画撮ったのかなっていうと、まあ、僕がこういう動画を出してて、はい、こう前人攻守みたいな、はい、動画を出してて結構攻撃用のラケットにそういうトランスフォーマーとか貼られる方結構多いのかなと思ってオールラウンドとかうとです、ね、そうですそうですでぶっちゃけブロック難しいんちゃうかなみたいなあちょっと飛ぶからそ<う>ラケットがそう そうっすね確かに、はい。とかっていうのをちょっといろいろ思うこともありでも僕は動画を撮る時に無難に止めやすいラケットを <laughs> チョイスしてああやって前陣講師をやってるわけなんですけど、はい、ちょっとまあここで一つあの知っててほしいなっていうのはやっぱり、はい、その前陣講師とか例えば前でブロックしっかりしなきゃいけないプレスタイルやる方ですね、うん、入り口としてはこういった守備用のラケットスタートでちょっと。 ああやってほしいスタートした方がいいんじゃないかなみたいなのは正直結構常々思ってて、はいはい、例えば時々、まあ、トランスフォーマーも、まあ、結構そんなラケット選ばずに止まるっちゃ止まるんですけどもっと止まる確かに止めやすいまあ通番簡単にさせやすいとかです、ねはい、そうであとラケットが飛ばないんで収めるなんていうイメージがすごく湧きやすいんですよね ラケットなんかやっぱ飛ぶものってこうちょっと引くとかというあそうなんです勝手に跳ね返っちゃうみたいなことが多くて<ー>こうしっかりブロックしたつもりなのにまあ入ったらいいんですけどねま <laughs> っすぐピョーンって飛んでいったりとかするんですけど、まあ、正直安定性に欠けるというかブロック技術発達してからでも遅くないんじゃないかなと思って、うん、まあちょっとこういうラケットも一回ちょっと触ってもらった方がいいのかなと。はいはいはい まあこの辺からスタートする方が安田さん的に無難じゃないか,無難じゃな,いかなと、はい。でまあその例えば国守2とかほかにも守備だけあるんですけど、はい、ちょっとあの前人攻守って言ってしまうと飛ばなさすぎて前人守備そうそう <laughs> 攻守じゃない。 全然,守備全然守備だったり攻守でちゃんとフォアでパンと飛ばしたいカウンターしたい自分からしっかりドライブ打ちたいっていう要素を入れるんだったら、うん、まあ結構、厳守厳守 L がすごい、うん、いいんじゃないかなと思ってそういった前陣攻守スタイルやる人は、はい、あのオールラウンドラケットもいいけどちょっとここからスタートしてみようよっていうのをちょっと一回提案したいな、はい、そういう感じの動画ですね。 原種自体はあのー、守備開けなんですけど、あのー、結構硬いんですよ板がまあこっちも一緒ですね、まあ、まあ板は一緒ですね、はい、あのー、なんだろうな飛ばないっちゃ飛ばないんですけど硬さはあるんですよ<ー>不思議なことに分かる薄くて硬くて飛ばない極右2とかやっぱや柔らかいですよねやらかいんですよす 柔らかい打感がすごく柔らかいラケットが多いんですけど厳守に関しては本当に硬いので結構じゃあ例えばフォアでパンパンってやろうと思った時にその硬さがいい働きをしてくれて守備だけの中では最も攻撃がしやすいとかまか打球感もいいのスピードが乗りやすい部類の守備だけなのかなと思っててまあそういったところでその。 攻守っていうところのその大事な感覚を養えるか特にまあ普通のノーマルの原種だったらラケットのブレードサイズも結構ちっちゃいのであの切り替えとかこういうところの取り回しも実際結構しやすいしっていうところですねで、まあ、あとはまあ原種 L でもいっちゃいいと思うんですよ僕実際原種 L ですか、ね、らんでかっていうと面が大きい分余計ブロック止まりやすいですねスイートエリアがこうちょっとぼやけるというか余計ブロックしやすいので、まあ、自分言ったら 全然講習初心者の域なので、ガンガン動画ではやってますけど、そんな普段から、本職じゃない、本職じゃない、から使ってないから、心のどこかで不安が残るんですよ、ブロックすることに対して、そういったプレイヤーでもちょっと補ってくれるのが、原子 L、ついでに言うと、ブレードが大きい分、ちょっと重量も L の方が、当然のことなら、ラバー貼った時の重量、重いですよね、重いが止が、やっぱ、押し負けないというか。強い球に対しても しっかりそうプラスアルファフォアの威力が乗るあーなるほど、はい、いや本来こっちの方が芯に当たったら速い球は出るはずなんですけどそうですね、はい、ただガンって振った時に重さっていうのもまた威力が乗る一個の要因ではあるので<ー>そこはぶっちゃけ好みかなうんうんうんしは こうコンパクトな方がやりやすいっていう部分もあるので、ねはい、どっちでもいいとまあ、好みというか自分のどっちがいいかなって今の話を聞いてこう合わせてもらえたらとは思うんですけどうん、うん、まあそういった意味でこの2本のラケットをぜひおすすめしたいなとはい確かに、はいまあ、私が本職で使ってるのはもちろんバリバリの攻撃系ラケットではあるんですけど、うん、あのやっぱり動画を見てくれてちょっとトランスフォーマーチャレンジしようとか えー、あのヘルキャットチャレンジしようもしくは、まあ、他のアンチラバーツブタカラバーチャレンジしようっていう方の中には絶対もういらっしゃると思うんですよ、はいまあ、そういった方にこうちゃんとラケットの方も発信し,し,した方がいいというか難しいものでチャレンジして <laughs> やっぱりできんわっていうのは結構、ね、正直自分としては悲しいというか。うん、なんかアンチとかもやっぱすごい 止まるから、はい、なんかかオールラウンドとかでもいけるよって感じの風潮みたいなやっぱりじゃあそれで止めやすいんかっつったら、うん、正直止めやすくはない,いなこっちの方が圧倒的に止めやすいよっていう、はい、まあやっぱりこういったラケットからスタートしてしっかりとかんその感覚基本とかそういう部分を覚えてからオールラウンドにいこうでもいいんじゃないかなと思いますし例えばその中でこう。 であのーまあ、切ったりとかカットブロック入れたりとかじゃオールラウンドと原地どっちが切りやすいんですか、ね、でそういった前人攻守というそのなんですかプレースタイルのくくりになるであろう方はぜひこの2本を1回手に取ってほしいな 普通の守備だけよりは変化が多いっていうのがこれまた不思議なところでそれ自体も原子のすごいいいところになる前人講師をした時の味というかまあその切ったりとかあの変化をつけたりそういうところで際立ってくるのもまあ原子のいいところなのかなというある,ある種その前人講師のためにもあってもいいんじゃないかっていうようなラケットなんではいそれはもうすごい押したいなと。 いうところなので、えー、まあこういった話を、はい、ちょっとさせていただいた感じですね。はいまあ、ちょっと違い、もう一回さらっと比較しましょうか。板は一緒です。原種、原種 L。はい、私が持ってるブレードが大きい方が L ですね。L サイズ。はい、はい。ちゃんと重なっているのか分かんないけど、まあ、ちょっとその辺は商品概要、ちょっと見てほしいんですけど、ノーマルの原種、コンパクトな方ですね。 まあ切り返しとかもしやすいですしまあほん本当の意味で前人攻守で結構攻撃したい方はどっちかっていったらこっちなのかなでちょっと守備重視によった方が L なのかなと思いますこっちの方が大きい方があのスイートエリアのこの境目というかな全体的に飛ばない感覚になってくれる、うんはい、大きい方が。 はい、でこっちの方が、まあ、その芯に当たった時の跳ね返りとかはちょっと強い感じがあるのでそこはちょっと好みでただこっちの方がそのラバーを張った時の総重量が結構重たくなる傾向当然面,面積が大きくて板が同じなので当然重くなるのでラケット自体の重量も含めてその分ガンって振った時のフォアは結構威力が出る。実際それは私が普段 普段というかトランスフォーマーヘルキャット、うん、あの動画出してる結構いかついた魔法は出てるんですけどそうそう、ね、まあゲジュエルですはいなのでまあ結構そういう面でも好き嫌い分かれてくるのかなとそれはもう自分に合う方を使っていただけたらと思いますはい、はいはい、という感じですかねそうですねいやこれちゃんと発信したかったんですよいや大事だと思うすいやこれ大事なんですよ本当にいややっぱなんかアンチとかって本当になんか最近なんか、はい、また光を浴びてきた感じのラバーじゃないですかはい、はい それをなんかこういきなり攻撃用とかで、はい、まあよく止まるって言われてるから攻撃用でもいけるやろうっ,つって使って一撃ノックアウトみたいな、はいはい、もうやめよみたいな、はい、ちょっと悲しいからやっぱ。 うでやっぱいいなって思ってもらって使いたい使ってもらいたい心からチャレンジしようと思う方は是非使ってほしいと思いますはい、そんなとこですかねはいじゃあちょっと今回は全人講師向けの考えというかラケットの選び方という部分含めてちょっと原子と原子エを紹介させていただきましたちょっと参考になったら嬉しいですねはいよろしいでしょうかはいありがとうございましたありがとうございました